マリア・ミッチェルはアメリカ合衆国の女性天文学者、マサチューセッツ州のナンタケット島に生まれた。父親は天文学者のウィリアム・クランチ・ボンドと親交のあったアマチュア天文家である。両親はクエーカー教徒で当時としては珍しいことであるがマリアに男子と同じ教育を与えようとした。図書館司書として働く方タら父親の天文台で天文観測を続けた。 1847年、ミッチェール水星を発見した。当時デンマーク王フレデリク6世によって、水星発見者に贈られるメダルが創設されており、水星の発見は世間の注目を集めていた。ミッチェルの2日後に、イタリアのフランチェスコ・デビコがこの水星を発見し、ミッチェルに先んじて報告したが、アメリカの天文関係者は、最初の発見者の座を、 ミッチェルのものとするよう運動した。最初の発見者の栄誉を得たミッチェルは、1848年に、申告をフレデリク7世からメダルを改めて、贈られるとともに、カロライン・ハーシェル以来の女性の彗星発見者として、国際的な名声を得た。女性として、初めて1848年に、アメリカ芸術科学アカデミーの会員に選ばれ、1850年に、 アメリカ科学振興協会の会員に選ばれた。アメリカ公会歴局で働き、金星の天体表を計算し、ナサニエル・ホーソーンとその家族とヨーロッパを旅した。1865年にバッサーカレッジの天文学の教授に迎えられ、バッサーカレッジ天文台の大長を務めた。彼女の評価や経験にもかかわらず、その報酬は若い男性の教授たちよりも低かったことから、 昇級を交渉しなければならなかった。1842年にクエーカー京都からユニテリアンになった。奴隷制度に抗議して、面の衣類をつけるのをやめた。エリザベスケディスタントンだと親しくなり、女性の地位工場のための、教会アメリカガソシエーション・フォーザ・アドバンスメント、オブ・ウィメンの設立者の一人となった。マリア・ミッチェル天文台は、彼女の功績を称えて命名された。 ナショナルウィミンズホールオブフェームに選ばれ、第二次大戦中の海軍の船舶にも命名された。月のクレーターにも命名された。ありがとうございます。